はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回は誰んとこ行こっか。じゃあライチちゃん行ってみようか。全然こっち向いてくれない。めっちゃ向こう向いてる。入るよ、入る。どうもどうも、グッモーニング。新しいインテリア。インテリアって部屋だよね。じゃあ買いに行こうか。いらっしゃいませ。秘密基地スタイル。あ、これ今のライチちゃんと一緒やない。木の上に作った木の上に作った秘密基地。少年からおじさんまで男子の憧れです。ローマスタイル。あ、これシシーさんのやつや。遥か昔に栄えた古代ローマの遺跡。あなたの部屋が観光スポットになります。ログハウススタイル。丸太を組み上げて作ったログハウス。木の香りに思わず深呼吸したくなる。じゃあこれで行こうか。買う。誰とも被ってないよ。ほいほい。私こういうねハンモックとかちょっと憧れとんよね。なんか揺れまくって気持ち悪くなりそうな気もするけど、あげる。はい。お。新しいインテリアもありがとうございます。なかなかインテリアですね。これってそのうちさ、ハンモックで、あ、見てく見てく。ハンモックで寝たりとかするかな。見ていく。お。あ、ドアップだった。うん、いい部屋。めっちゃいい部屋。あ、いいね、いいね。ログハウスって感じ。ごめん、適当。あ、いいな。こういうの憧れるんだけど。落ち着くよね。木の香りとかめっちゃしてきそう。こういう薪のやつとかもいいな。こういうとこ、なんか、あれよね。小学校とかで、少年自然の家に行くけど、そういう感じ。中学校でもなんか、青年自然の家やっけ。なんかそんなの言ったけど。よかった、いい感想ばっかり出てくる。嬉しいよ。大事にします。大事にして、大事にして。お、レベルアップ。ということは、歌をプレゼントしよう。歌で、アイドルだな。はい、あげる。ほい。歌、アイドルをプレゼントしました。さあ。あ、寝てたんだね、ずっと。いいよ、いいよ。今からね、パーッと歌いに行くから、疲れを取っといてよかったよ。音楽堂、入る。これこれ、グループで歌うをやってほしかったの。グループで歌う。お、かっこいいんですけど。超かっこいいんですけど、なんか。おー、やっぱなんか違うね。バックダンサーがおらんなって二人だけになった。あ、ちゃんとほら、役割分担がある。お、すごい。いいな、いいな。でもこれ3人ぐらいになった方がさ、ちょうどいいぐらいのポジションになるんかな。なんかちょっと1人分空いとる感じすごいするよね。いやでもめっちゃ可愛いです。いいね、いいね。ツインズいいよ。パチ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 。絶対人気出るけん、この2人。じゃあこれで編集登録 OK。 いやー嬉しいね。本当に本当にこうやってユニットが組めると思わんかった。前にね、コメント欄でちょっとふざけた感じで言おったんやけど。ちょっとなんか屋上に誰かがいらっしゃるから。入る。そして屋上へ行ってみよう。はい、屋上に行く。お、この二人本当に仲いいね。めっちゃ仲いいね。ズームイン。二人で何空見上げてんの？なんかびっくりした顔された。はい。お、アキちゃんもびっくりした顔した。もう住人たちの行動を見逃さないよ。
いいね。女の子同士仲良し、いいね。お、せつなさん。ほいほい。お、本好きのセザキングさん。いいことじゃないか。すげえな。本の読みすぎで叱られる。なんかパジャマ着てるよ。へえ。キング仕事をしてくださいまし。300万冊もなんか、なんなん、多いんか少ないんかもよくわからんねえけど。電話帳を呼び始めた意味わからんやん。何しに？だよね、電話帳まで読み出したらちょっとね。証拠。確かに300万冊読んだ証拠を見せてくださいよ。でも最近私もね、ちょっと、本を読みたい。本読みたいなって思ったりはすごいするよ。お、じゃあココちゃん遊ぼう。遊ぼう、遊ぼう。遊びましょう、遊びましょう。遊ぶ。対戦絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。あ、ちゃんとこれは2人でね。じゃあ、高校で。いつものずるいパターン。でも高校でも私十分間違えるんやけどね。何あれ、せんべい？なんかきのことせんべい出た。松茸。私キノコ系のさ、区別がつかんけん、もうなんかああいうのは全部キノコなんよね。えのきはつくよ、えのきだけは。違うよ。これと、あれどっちだったっけ、こっち。あ、ちょっと待って。普通に。ですよねー。せんべい。お、隣同士じゃないか。じゃあ、進む。ほい。そして、せんべい。はい、並んだ。大人げないやつ。やかん。はい。あ、違った。あ、はぁ、負けた。普通に負けたんですけど。あの、シッシーさんのやつ、ちょっと惜しかったね。ちゃんと見てなかったよ。残念でしたね。また遊んでください。また遊ぼう。お、ティッシュ、ありがとう。ちょうど鼻水がね。そっちの世界のことも元気にしてますよね。きっと元気だと思うよ、多分。会ったことはないけれど。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ということで、今回もやっていきたいと思います。んー、じゃあ、ちょっと、お、なんだ、友達になりたい人がいっぱいいるのか？1週間ぶりくらいなわけないじゃないか。普通に、ついこの間の動画にも出てたでしょ。みんなに友達になってほしいと言われたのですが。おー、いいんじゃない？では、ちょっと話をしていきます。ほいほい。なんかこのさ、すぐに友達に話して友達になるパターンと、ウキウキしながら待ち寄りやん。ちょっと気になってきましたで終わるパターンとさ、なんかどういう違いがあるんやろ。気になってきましたは何？ちょっとずつなんか遊んだりとかしだすの？友達になってからじゃないと遊ばんのかな？ちょっとその辺よくわからんのやけど。お、うまくいったっぽい。ウキウキやね、キング。うまくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。お、それはよかった。やっぱ友達になったら一気に上がるね。なになに？めっちゃウキウキノリノリやん。実用品お風呂セットをもらいました。お、ありがとう。お風呂セット超たまる。こんばんは。こんばんは。実は、すごく大事なものをなくしてしまいました。すごく大事なものをなくした？どうした？何？協力するよ。ありがとうございます。では、見つけたら知らせてくださいね。見つけたら知らせてくださいね。で終わったんだけど。え？どこでどう見つけるんだろう。大事なものをなくして現実逃避を。どこで見つけるんやろうね。なんかその辺に動物の森みたいな感じで落とし物が落ちとったりとかするんかな。
じゃあ、シッシーさん。あれ？シッシーさんなんか服装変わってない？住人ってもしかして勝手に着替えるん？まあ、自分とこのクローゼットに入っとるってことよね、服が。気分かな。ぷぷぷー。ぷぷぷーってだからなんだよ。え、なになになに？あ、それじゃない黒影さんの。あれ？あ、ほら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 。あ、そういうのもあるんや。え、なにそれ？黒影に返しておいてくれませんか？プラモデルかなんか？なに？お、自動的に。うん、なんか CC さんが見つけてくれてたよ。二人も仲良くなれば。そう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 。大事なものだったのですごく嬉しい。あれなんやろ、モデルガンかなんか、なんかぽいよね。何かは結局わからない。燃やるんだけど私が。お礼にこれもあげます。ほいほい。お風呂セットありがとう。もう私何回分のお風呂セットもらいようやろ。みんなに休止になりました。ニュースもお伝えします。ほいほい、お願いします。深刻なミートボールの不足に深刻なミートボールの不足ってなんだ。ミートボールってああいう風にできるん？これまでも4月のミートボールの不足が深刻な。4月に一体何があるの？何？お花見とか？お花見とかでミートボールが大量に必要になってくるんかな。ミートボールの生産5倍に。あ、マジでライチちゃんミートボール好きなん？暇な人もいるんですね。まあでも何にでも専門家がおる時代やけんね。きっとミートボールのことに関しても専門家とかがおってさ、これをこうやればミートボールの生産が追いつくみたいなのがあるんじゃない？わからんけど。さあ、クラ君の夢にお邪魔しまーす。お、なんだ、怖いんだけど。まずこういう道を走ってることが怖いし、夜にさ、でもって真ん中の何あれ、せつなさん？めっちゃブラブラなってんだけど。夜中にこういう道を、え、なに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 、え、なになになに、そういえば、部屋の電気、奇跡的だって。え、そんなこと？大丈夫、5回も、めっちゃ用心深いんやね。もう、びっくりしたやん。なんか現れるかと思ったし、やめてよ。お、ちゃんとカーブとかあるね。ふぅ、びっくりした。ガタ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 ってなりよる。なに？今度は何？同じこと言った。どうでもいいわ。聞くんや、優しいな。殺すよ。内緒とか。え、そんなさ、自分の恥ずかしい失敗思い出しちゃったとか、それぐらいでさ、車止められても困るんですけど。なんかまた止まりそうな気配が。なになになに今度は。どうした？へぇ、ちょっと、ゾワってなるやん。やめてや。そんなことないか。怖い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 。最後ちょっとホラーだったよ。どういうわけかお宝、お守りを拾いました。ちょっと身の安全が。遊ぼう遊ぼう。シルエットクイズ。シルエットに表示されたミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。シルエットクイズ。シルエットクイズ。第1問、ててん。シルエットは誰でしょう？これはミーだね。もうそのカンカン棒でわかるよ。ミューでした。イエーイ。次へ。シルエットクイズ第2問、ててん。でもこれ服着替えられたらわからんよね。マサオさん。答えは、イエーイ。次へ。シルエットクイズ最終問題。最終問題、ててん。このシルエットは誰でしょう？え？あ、チャーリーさんだね。チャーリーさんとマサオさんとシルエット一緒？チャーリーでした。イエーイ。ありがとう。おめでとうございます。ありがとう。じゃあ私はこの中間で。何あれ、お宝蛇口をもらいました。蛇口？なぜ蛇口？あ、指輪が良かった。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。
はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、お、2人ほどなんか友達になりたがっとる人がおるね。さあ誰とお友達に。お、ライチちゃん、いいじゃんいいじゃん、いいんじゃない。ほいほい、どうぞどうぞ、行ってらっしゃいまし。めっちゃウキウキしながら待ち寄る、かわいい。いいねいいね、ほらウキウキしながら扉開けよりよ。ちょっとびっくりしとったけど、なっちゃん。さあうまくいくかな。お、お、やったね、うまくいきました。気が合いそうだった、よかったそれは。お、レベルアップ。ということで、じゃあ道具のプレゼントを、今回は何にしようかな。あ、携帯電話で。今や生活の必需品、マナーを守って使いましょう。ということで、はい、あげる道具、携帯電話をプレゼントしました。めっちゃウキ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 なっとる。実用品、一応役をもらいました、ありがとう。ナミと友達になりたいです。お、ナミちゃんと友達になりたい、紹介するよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか。相手を褒める、ちょっと褒めたたいてみて。アドバイスありがとうございます。調子に乗るかもしれんけど。ではお話ししてきます。ほいほい、行ってらっしゃいまし。もう格好がおかしいよね。でもなんか二人とも特殊な格好してるから、まあ大丈夫かな。しかも運命的なことに、黒影さんの見た夢から、夢から出てきたっていうか、夢の内容から出た服をナミちゃんは着てるからね。お、仲良くなった。うまくいきました。よかった。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよ。あ、もうちょっとレベルアップやね。お礼にこれをあげます。何何？お、何これ？実用品、ミシンをもらいました。お、やったね、ありがとう。お、なんだなんだ？ニュース速報。お、いいニュース。ほいほい。地区悩み事100個解決。マジで？そんなに解決したっけ？やった。感謝状の授与式、マジでありがとう。これは私の司会ということかな。ねえ、目の形になっとるよね。てかみんな、まだ私このゲーム始めてちょっとしか経ってないのに、悩みすぎだよ。住人代表クラ君、ありがとう。ほいほい、すげえな、100個解決したらしいよ私。お、待って、誰か浜辺にいる。入る。ん？お、歩いてきた。ココちゃん、ココちゃん一人？他に人はいらっしゃらないのね。散歩中だろうか。お、振り向く。もうちょっとこっち向いてくれてもよろしくってよ。カメラこっち。こっちだよー。全然見てくれない。この角度で。ほい。お。何を見てるんだろう。じゃあちょっと次、屋上にも誰かおるね。じゃあちょっと屋上に。ほい。入る。お、ナミじゃないか。ナミちゃん、ナミちゃん。どうした？あ、台に乗っとる。こないだ、ケイ君が乗っとったよね。今度はナミちゃんが。みんなここから景色眺めるの好きなんかな？映すよ。映すよ。でもこの景色、この景色っていうか、網の向こう側から見るの初めてやね。なんか角度が珍しい。じゃあちょっと夢にお邪魔します。待って、おかゆちゃん。え、おかゆちゃん。待って、おかゆちゃん。
なんかおかゆ追いかけてんだけど、どうしたの？なんか下にある。え、待って待って待って。ももちゃん待って、そのおかゆ。ふっはーふっはーって。自分から紐がついてるよ、それ。自分が動いたら多分おかゆも動くと思う。手を伸ばして。多分そのまま手を伸ばしたら届く。止まって。いい加減にしろ。いい加減にしろ。面白いんだけど。なんか自分の尻尾を追いかけよる犬みたいな。さあ、今日のミーニュースは何だ？ミーニュースをお伝えします。お願いします。ニュースの時間ですが、お、クラ君のビデオレター？そんなんあるんやね、視聴者からのビデオレター。クラ君さんからの友達募集のメッセージ。友達募集のメッセージ。それではご覧ください。お、これでクラ君と友達になりたいっていう住人が多分いっぱい。おお。わっち？一人称わっち？リンゴスさんみたいやね。そんなわけないでしょってどういうこと？お、アキちゃんもビデオレター送っちゃうか？すごいね、そういう風に友達募集とかするの。さあ、きっと殺到するよ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。ほい。お、誰か早速友達になりたがっとるね。さあ、誰と？おう。なるほど。ライチとなっちゃんのこと？ライチちゃんとなっちゃんは相性バッチリ。そうですか。もっと仲良くなれるということですね。だね。きっと親友になれると思う。屋上の方に誰かおったよね。ってことで入る。おお、またこの二人。最近この二人の登場率がものすごく高い。いつも一緒におる仲良しやもんね。微笑ましいわ。写真撮っちゃえ。お、いいね、いいね。いい笑顔だ。ほんでなんか誰か浜辺の方にもおった気がするんやけど。は、消えている。そして、やっぱり朝一。今日の食べ物は、なんじゃらほい。お、ココナッツ。買うか？買わなかった。ココナッツ買おう。実際は私ココナッツはあまり好きじゃないんやけどね。なんかココナッツジュースを前に飲んだ時に全然美味しくなかったっけ。お、実用品大人スプレーをおまけしてもらいました。大人スプレーって何？なんかわからんけどありがとう。お、新しい帽子。帽子買いに行こう。しばらく見に行ってないよね。買いに行く。いらっしゃいませ。お、新しいのは中華帽。楽しい色使いの中華帽。光沢あるサテン生地が手触りよし。でもこれちっちゃい子がつけたら可愛くなりそう。ハンチング、おしゃれな紳士諸君に探偵さんがよくかぶっていますね。ロゴキャップ、ロゴマークがかっこいい。かぶるだけで元気に見えるキャップ。あ、なんかかっこいいね、ほんと。ロゴキャップをあげよう。買う。一つ。お買い上げありがとうございます。ほいほい。じゃあこれをシーンくんに。ロゴキャップ、はい、どうぞ。おー、いいね。お、というか角はちゃんと帽子から出るんだ、すげえ。もや、なんでもいいから食べたいです。お、なんでもいいから食べたい。ほんとや、めっちゃお腹すいとるね。じゃあちょっと今まであげたことないものは5個ずつ買いよるけん、5個あるものは多分ご飯めっちゃあるな。なぜ？あ、じゃあお寿司、私の大好物ね。これを職人さんが握った特上のお寿司。イクラもすごいが上トロが絶品。上トロとかめっちゃいいやん。はい、あげる。私にも残しといてくれてもよろしくってよ。すごく美味しかったようです。そりゃな、そりゃな、私の好物やもん。お礼にこれもあげます。どれどれ。実用品毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。新しいインテリアが欲しいです。お、新しいインテリア。
せっかくこんな綺麗なとこに住んでいるのに。それじゃあ、いらっしゃいませ。お、新しいの男の子スタイル。この部屋に、この部屋には男の子の夢が詰まっています。わんぱくでもいいから元気に育ってほしいな。キングが急にこんなとこに住み出したらちょっと笑うけどね。これ何？ふすまスタ、かっこいい。え、めっちゃかっこいいんですけど、買えんけど。わびさびを感じるふすまの水墨画。畳の匂いに心も落ち着きます。え、めっちゃいいんやけど。これかっこいいね。特別はないんか。カタログ、え、でも渡すとしたら昭和スタイル。違うか。ムーディースタイル。今住んどるのがこのムーディースタイルやろ。ということは、じゃあ昭和。ちゃぶ台に柱時計、黒電話、みんなが忘れた古き良き昭和がここに。ほい、これで。お便りありがとうございます。まあ嫌なら戻すさ。てかちょっと見てみたいっていうのもある。はい、昭和スタイル。おお。お、いい感じって言ってくれてる。よかったよかった。ところで部屋を見ていきますか。見てく見てく。この部屋ちょっと気になっとったよね。めっちゃいいやん。任天任天ほほう。おじいちゃんおばあちゃんちってこんな感じよね。こんな感じよねって言ってもここまでではないかな。ここまで和風ではない。見てるだけで楽しいですね。そうそうそう、楽しいよね。こういうスタイルって私なんか見るの好きなんやけど、めっちゃ。あの、私の動物の森のさ、ヤサオの家がこんな感じなわけよ。ザ・昭和って感じ。もうめっちゃ面白くって好きで。だから私はヤサオの家からは何も取ってないの。崩れるのが嫌だから、スタイルが。へえしか言ってないよ。大事にします。大事にしてください。ちょっと格好と合わんなったけどね。お、レベルアップということで、今回はキングには何をあげようか。じゃあ、あ、釣り竿持ったらあれじゃない？海でさ、釣ってくれるよね、浜辺。たまにはのんびり釣りでもいかが？どんな魚でも釣り上げる高級釣り竿です。高級釣り竿やっていいやん。何か釣り上げよるシーンに出くわすかもしれん。あげる。はい、釣り竿をどうぞ。道具釣り竿をプレゼントしました。なっちゃんが他の人と遊んでいるのを見ると、ちょっと焼けちゃいます。お、マジで？ちょっとなっちゃんに好意がある感じなのね、キング。頑張ってよ、応援するよ。ん？お、キング早速浜辺出かけたんだけど、ちょっと見に行こう。きっと釣りをしているはず。入るよ。ほら、ちょっと船まで浮かべとんやけど、マジで？マジっすか。めっちゃ笑顔やん。なんか釣れるかな？釣れんかな？私結構ね、幼稚園ぐらいの時に、おじいちゃんおばあちゃんにめっちゃ釣りとか連れて行ってもらいよったけど、超好きやった。楽しかった。お、え、かかった。へぇー。ちょっとキング、そこは釣り上げてよ。その瞬間を写真に収めようとしたんやけん。もうちょっと粘ったらなんか釣れるかな。釣れんかな。釣れなさげだな。お、今度こそ、来てない。もうその間抜けな瞬間を抑えたよ、私は。ほい、ということで、ミーニュースをちょっと、見て終わろうかな。ほいほい。ライチ飴が発売。マジですごいやん、ライチちゃん。すごい、金太郎飴みたいなやつなんや。へぇー。みゆちゃん。なんでやねん。お、あゆな。よね、買いたいよね。私もしようと思ってたっていうのは、自分の顔を飴にしようとっていうこと？みんなあれだね、やっぱり、私がっていう子が多いんかな。
ほい、ということで、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。おし、それじゃあ、お、誰かがお友達になりたがっとるね。ココちゃん入る。あ、びっくりさせた、ごめん。おかげでしゃっくりが止まりました。よかったよかった。びっくりした時はみんなしゃっくりをしている時なんだね。ライチと友達になりたいです。お、ライチちゃん、いいよいいよ、紹介する。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか。ライチちゃんはね、どうやろう、礼儀、手短に話して友達になれるんかわからんけど。これってなんかやりとりしおる、なんていうん、様子は変わってくるんかな。別に変わらんのかな、何選んでも。お、どうだ、いつもより短めになるとかそういうことはあるんだろうか。わからない、いつも通りな気がする。とりあえず手短に友達になりたいですっていう内容を言ったんかな。うまくいきました、よかったよかった。ありがとうございます。おかげで友達になれました。ほいほい、これからはね、二人でいろいろ遊んでくれ。実用品、催眠術セットをもらいました。催眠術セットって実用品なんやね。じゃあケン君のところへ入る。おはようございます。おはようございます。お腹が空きました。お、お腹が空いた。今まで焼肉とバナナをあげとんやね。じゃがバタ、卵焼き。まろやかな口どけのだし巻き卵、これは家庭では出せないプロの味。いいな、プロの味が食べれるとか。あげる。いただきます。ほいほい。私は卵焼きはね、甘いやつは嫌いなんだ。結構美味しかった。よかった。じゃあ、屋上にいる人は誰だろうね。入るよ。ん？これは？うわ。何を見ているの？何を見ているの？前は二人がね、めっちゃ見よったんやけど、空を。飛行機とかかな？雲かな？パシャ。ん？なんか手伸ばした。何を掴もうとしているんだ？なんか風船でも飛び寄ったかな？そして、きっと朝一が、入る。おいしい枝豆だよ。お、枝豆。枝豆だよ、枝豆。クラ君見てあげて。私ね、豆ってめっちゃ嫌いなん。私豆めっちゃ嫌いなんやけど、枝豆は食べれるんよね、なぜか。ジジイかって感じやけど。枝豆は超好きなんよ。なんでだろう、ほんと謎だわ。ほいほい。気球イベント。気球を飛ばすイベント？何それ？いいな。気球が飛ばされ、青空を彩りました。いいな、乗ってみたい。え、でもあの気球さ、支えてるのが紐一本なんだけど大丈夫なんだろうか。なんで？そんなことで大騒ぎしてってこと？ミーニュース楽しいよね。私も好きなんやけど、なんかネタがつきんやん、すごいよね。せつなさん入ります。おはようです。さあ、どなたですか。ももと友達になりたいです。ももちゃん、いいじゃんいいじゃん、紹介しますよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか。ももちゃんはね、アイドルタイプの子やったけん、褒めてあげよう。アドバイスありがとうございます。うんうんうん。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。来た来た来た。
てか結構みんなドアップで待ち寄るよね、部屋行くとき。さあどうだ。お、気分よくしてるよ。クス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 って笑いよった。お、大成功やね。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよ。これにこれもあります。ほいほい、オルゴールをもらいました。じゃあ次はナミちゃん行こうか。グッモーニン。さっきなんか匂いよってやろ。どうしたどうした、臭いの？新しい服が欲しい。あ、もうそろそろ変身ときたくなってきたか。ほい、じゃあ買いに行きましょう。いらっしゃいませ。お、新商品。大きいチェックのワンピ。黒を基調とした大きなチェック柄はどんな色にもマッチします。これかわいいんだけど。そして解禁ストール、レギンス。ストールをおしゃれに身につけてお出かけしてみて。気持ち晴れ晴れ。私ストールとか持ってなくってさ、なんかそういうのをおしゃれに使いこなせんのよね。てか私冬場でもそんなにマフラーも巻かんしさ、なんだろう、女子力がないんだろうか。まあないけど。じゃあこれ買うね。一つ。ほい、じゃあこれをあげます。あげる。これもいろいろんなやつがあるよね。ほい、正義の味方の休日って感じやね。お、いいやんいいやん。結構気に入ったようです。よかった。あ、あとちょっとレベルが上がるよ。アユナのそっくりさんってよく見ると結構いい顔してる。お、マジでありがとう。でもアユナにそっくりだからああいう感じってことよね。頭で慣れとくよ、いい子だから。何やら満足そうです。よかった。お、今のでレベル上がった。ということは、ナミちゃん部屋なかったよね、今。じゃあちょっとインテリアで。でももうだいぶっていうか全部被って、あ、中流ファミリースタイルなくない？中流ファミリースタイル。いや、この部屋の人普通にいたかな？いたような気がする。アジアモダンスタイル。ん？こっちの方がおらんかったんかな？じゃあちょっとこれを。まあ、いたような、いなかったような。インテリア、アジアモダイルスタイル、ん？アジアモダンスタイルをプレゼントしました。あ、でもないか。見てく。あ、ない気がする。こういうやつとかなかったもん。へぇ。落ち着く？よかったよかった。超ドアップだったけど。びっくりした。でもなんか、床が赤っぽすぎる気がする。アジアンモダンスタイルやけんか。見応えがある。よかったよ。あれは何？手洗いかな？でも気に入ってくれてよかった。いい感想しか出てないよね、今んとこ。良さそう。大事にして。じゃあちょっとチャーリーさんのモヤモヤを解決しましょうかね。入る。おはようです。お腹がすいた？じゃあ、何を食べようか。カップラーメン、餃子、エビチリ、エビフライで。エビフライ定食とかならいいのに。サクサク衣を噛むたび口いっぱいに広がるジューシーな味。エビの風味が生きてます。エビフライ美味しいよね。はい。私は尻尾は残すけどな。いただきます。どうぞどうぞ。ね、あれ一本で350円なん？高くね？お、レベルアップ。ホットケーキより上なんやね。じゃあ、チャーリーさんには、さて何をあげようか。ゴルフクラブとか良くない？てかなんか服装に合った感じが。はい、ゴルフクラブ。紳士淑女のたしなみ。それがゴルフ。クラブを使うときは広い場所で。あげる。じゃあこれ、ほい。道具、ゴルフクラブをプレゼントしました。ぜひぜひゴルフをやってよ。パワースポットね、なんか、よくさ、特集とか組まれとるけど、
そういう風に言われとる場所、まあ、もしかしたら知らんうちにパワースポットと呼ばれとる場所に行っとるかもしれんけど、それを目的に行ったことがないけん、パワースポット巡りとかなんか良さげやね。お、屋上に出かけてったぞ。まさか屋上で撃っているんでは。おお、やっぱり。あれってか、シンくんもさ、屋上におるんじゃなかった？おらんくね？めっちゃなんか撃ちおるけど。ほら、ここ以外に視点合わんもん。チャーリーさんしかおらんよ。いいね、いいね。素振り100回とかしてみてや、ちょっと。なんか腕鍛えられそうじゃない？いいなぁ、ゴルフ行きたいなぁ。ほい。っていうことで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。